オスカープロモーション公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、富永沙織です。今回ゴールドウーマンというテレビ朝日系のスペシャルドラマに出演させていただくことになりました。このお話は銀行ものです。私欲のために悪事を企む、そういう男社会の中で女性がどういうふうに戦っていくかというお話になっています。見どころは、女を使ってそこを渡り歩いていくのか、女を捨てて生きていくのかっていうところが見どころになっているので、かなり面白いと思います。で、私の役どころは、主人公の吉澤珠樹さんの部下の役 で、彼女が女性管理職としてまっすぐに男社会に挑んでいくんですけれども、それに憧れて私は彼女になりたいと思いながら一生懸命ついていく、そしていろいろ応援したりサポートしながらやっていくという役どころです。今回は現場がオフィスを貸していただいたんですけれども、ものすごく広いところで100メートル走をまっすぐに伸ばしてこうダッシュしたような、ダッシュできるようなすっごい大きいところだったんですね。なので、現場で声がかかって控え室からそっち行くまですごく時間がかかるので、みんな駆け足で行ったりとか、そういうような現場でした。でもとっても皆さん協力して、いい作品ができているので、ぜひご覧ください。放送は5月28日土曜日夜9時から11時6分までです。女性たちが戦う姿をぜひ楽しみにご覧ください。富永沙織でした。